回します。お母さん、もう少しこっちを振ってください。あ、回りました。お母さん、もう少しあの右左の方に。はい、こっち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 。あ、回ってます。元が、はい、もうすぐ10年目。あ見えないんだよね。じゃあ、もう大丈夫大丈夫。日本大震災の日がやってきます。私は就労支援継続、就労継続支援 B 型事業所の代表を務めているベテルの風の代表を務めている大林と申します。もう一回からね、もう一回。10年目にあたる東日本大震災が、大震災の日がやってきます。私は就労継続支援 B 型事業所ベテルの風の代表を務めています大林健太郎と申します。今日は震災で流出した流星院の管理者様の指導ご好意によりご許可をいただいて流星院の被災の地でのインタビューをお許しいただきました。ベテルの風の新しいメンバーをご紹介いたします。10年前の大震災で父を亡くした、そしてその失意の中にありながらもこの10年を皆さんと共に歩んでまいりました方でありもあります。そこでは、それではこのベテルの風のメンバーを紹介していたしたいと思います。彼は YouTuber でもあります。どうぞ前の方に来ていただいてよろしいでしょうか。高橋みともです。僕は、ベテルの風のメンバーです。ベテルの風のチャンネルの皆さん、よろしくお願いします。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうすぐ東日本大震災の日 3.11 がやってきます。ここで五月町船越という地域でありますけれども、字が見えなくなってしまうんだよね。ストップ止めますね、うん、多分ねこれ NG 出してからこれ NG も。じゃあ 2番目。あ、俺が入ってる。2番目、はい、はい。高橋みともです。僕はベテルの風メンバーです。ベテルの風のチャンネルの皆さん、よろしくお願いします。はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ高橋文智君もよろしくお願いします。ではインタビューを始めていきたいと思います。はい。もうすぐ東日本大震災の日 3.11 がやってきます。ここ五月町の船越は五月町の集落の一つで漁業中心の集落が形成されていた地域であります。私は東日本大震災前この船越に何度か訪れたことがございました。高橋文智さんは震災当時中学1年生でした。学年と合わせておつらい思いをしたということでありますけれども、東日本大震災の様子をお聞かせていただけませんでしょうか。はい。僕は、当時、中学、小松中学校という小松中学校の1年生でした。クラスは友達いっぱいいましたし、まああれですね、楽しかったですね。地震発生した時は今はないんですが、船越小学校というところにいました。で、震災当日は、お父さんの行動は、家に残り、お母さんは出かけていたっていう感じでした。そうでしたか。
当時お父さんとお母さんは一緒の本堂の方にいらっしゃったんではなくて別々のところ行動されていたということですね。そうです。文友君は学校で楽しく皆さんとお話をしたり遊んだりいろんなことをしてたというようなことでございましたな。はい、そうです。補足入れさせてもらいますが、その日がちょうど、小勝中学校の、卒業式だったので、早めに帰って、午後から、小学校に遊びに行ったっていう感じですね。まあ、お辛い思いをずっと10年間されてきたことを思う方話していただくということはおつらいこともあるかもしれませんけれども、お父さんとの思い出はたくさんございますか？ありますね。いろんなところに行ってもらいましたし、田んぼ道の中いろんな道路、田んぼの道路を通ったりとかして、ここら辺歩いたなっていうのは覚えてますね。そうでしたか。お父さんの文友君を思う気持ちがいっぱい溢れている様子が伺えるような感じがいたしますね。この東日本大震災を通じて今後文友君がどのような生き方をしていったらいいのかなという思いは多分心の中に秘めておられると思うんですけれども、その思いの一端をでも皆さんにお話しいただけると嬉しいなと思います。はい、まあ、多分動画の話、動画自体はここ、まあ、旧自宅ら辺で撮影してはいますけど、昔、なんだろう、ここ避難所だったんですよ、俺は、避難所だったんだけども、津波来たっていうことだから、多分カメラ合わせる、ごめんなさいね、ちょっとこっちの自分のやつで合わせますけど、あっち側が海なんですよね、抜けてる方側が。なのでさすがにちょっと近いなっていうのと、あと避難所だからって言って本当にそこに逃げていいのって言うと逃げちゃダメだと思うんですよね。だから大きい津波来た時は山に逃げろっていうのが正しいと思います。そうですね、昔の人が残した。そうですね、やはり三陸の中でもいろんな町々のおじいちゃんおばあちゃんたちが天然湖に逃げろというふうなお話をされたことがございましたけれども、あれは勝手に逃げろではなくて別々の自分の思いを抱きながら、そしてその場で自分の命を長らえるために逃げるんだというような意味合いがあったんではないのかなと思っています。勝手に逃げろではないんですよね。みんなで一緒になって同じ行動を取るんではなくて、それなりの逃げ方をすればいいんだよというようなことを言いたかったんだろうと私は思っています。また文友君のまた将来のことをね、いろいろとお尋ねしますけれども、多くの友達がいらっしゃるようでもありますし、 YouTube を非常に盛んに発信しているという事実もございます。はい、そしてシャローム石巻は今障害で町おこし、もう一人ぼっちにさせない、弱さを絆にということをキャッチフレーズにして皆さんと一緒になってこの地域で町おこしを一緒にしようと、障害を抱えているにもかかわらず町おこしをしようという運動をしています。その中の大きな主力メンバーになりつつあります。どうぞ彼の今後の活躍の場になってほしいなと思っておりますけれども、どうぞ自分の思いを語っていただければなと思っています。はい、まず、まあ、動画今やってますけど、まあ、お寺継いだら多分やんないかなと思いますけど、まあ、お寺継ぐ、まあ、継げたらお寺の方行きたいなと思ってます。ただ
お師匠さんになれなかったら、YouTube は多分続けてると思います、はっきり。まあ、分かりません。その武器になって変わってるかもしれないし。っていうのもありますし、ちょっと分からないですけど、本音としてはお師匠さんになりたいなって思ってました。はい。ありがとうございます。いろいろと今日はたくさんの質問をして、お疲れになったかもしれませんけれども、どうぞその思いを新たに、私たちと一緒に活動してみてください。はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。以上です。お母さん終わりました。うちに。